今、3ホール目終わったんだよ。はい。2点と1点ですね。よかったそう、同じ点、同じスコアだったらアリスちゃんが勝つんで、私がパーを取り続ければ。そうですね結構厳しい戦いじゃないそれ、アリサちゃんにとって。うん、まあ9ホール中3回ね。あ、そうか。そう、引き分けか勝てばいいから。そうか、ライブ配信ね。そう、そうか、そうか、わかりました。相棒ですね。相棒、全然使いこなせてないけど。おお、ナイス。ナイスショットなんですけど。当たったけど。おお、オッケーオッケー、ナイスショット。あ、オッケー、手前手前。オッケー。よかったー。ナイスショット。ありがとうございます。なんかアリサちゃんの飛距離アップレッスンさせるとかさ、伸びそうじゃない？すごい一気に伸びそうだよね。うん、ね、伸びそうです。さ、なんか一世くんにやらせて、うん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 、伸びそうじゃない？伸びそう。ね、やりたい。やりましょうか。絶対伸びると思う。150ヤードぐらい、5番ユーティリティ上げてるからやめます。7番ウッドで。ダメです。あれ。やばかったですよ。体が反応してましたね。体が反応しました。なんか思ってたですか。今？うん、いやなんかわかんない。よくわかんないよくわかんなくて、よくわかんないリアクションした。こうやってもうやだ、なんなのあんまさ。チャンスですね。チャンスですね。次も勝ち越したいと思います。確かにこれに乗せて2パットで同じだったらまたアリサちゃん勝ちだからね。いきます。おー、結果めっちゃ近いんだけど。よかった。え、めっちゃ近いよ。バンカーかと思った。めっちゃ近い。本当ですか。やばい。これはなんならパワーチャンスだね。私も寄せないといけません。同点ハンデがきついな。アリサちゃんもうまいからな。アリサもうまいんで、同点ハンデがきついです。5ヤードって感じかな。58でします。あー、止まっちゃった。いやでもうまいっすよ。オッケー。余裕かと思いきや、あの距離でプレッシャーかけてますよね。もうちょっとビタッと寄せたかったんですけどね。いやー、アリサちゃん近いな。すごい、思ったより近かった。いや、近かったんだよね。
これは入れたい。これを入れてプレッシャーをかけたい。外しても勝てるし、お、せっかくなら入れたい。やったー、ナイスパー。よかった。いい勝負だったよね。やりました。どうした？やるときやる子だ。私が3ポイント、林田ちゃん2ポイント。ライブ配信まであと1ポイント。私が4取るまでにはもっと頑張らないといけません。やばいです。なんかいい展開になってきましたね。あれ？あれ、純ちゃんも3ポイント。私3ポイント。今5ホール目だった。あれ、私2ポイントか。2、あ、今4ホールだ。2ポイントか。2ポイント、2ポイントですね。はい、勝手に1ポイント増えるみんなうんって言ってた。2ポイント、2ポイントですね。はい、あー、やばいです。9番で打ちます。110ヤードになって、ここは振りたいです。ナイス。わあ、いや、いいいいいい。やっぱ8番だったんですよね。変えればよかった。アゲインストだそうです。はい、届かない。7じゃいけるんだと思うけど、私が8だったら本当は。全然しない。わあ、届いてるんだけど、バンカー入っちゃう。距離は良かったと思います。ありがとうございます。大丈夫大丈夫。最近やっと出せるようになってきました。あ、そうなんだ。全然苦手そうじゃないけど。え、本当ですか？わあ、そっち。結構切れたな。で、アリサちゃん、ピンゴルフ全然出てくれるって言ってます。出させてくれるんですか？はい。グランピングとか。ああ、いいね。うん。やるんですか？やる。楽しそう。お、惜しい。うん。これがボギー？ボギーです。先です。はい。やった。ちょっと緩んじゃったね。それ OK でいいよ。これだって私絶対入れなきゃいけないパットだったんだけど、もうこれで外せるようになった。やってしまった。いいのかな、そんな適当に打ってと思って。
よし、これパーパットです。でもさすが百戦錬磨っすよね。ゆるゆるにポークと思いきやの気を緩まして。急に全然違う話しやすい。ハマってますね。そんなつもりで言ったんじゃない。思いついちゃってということで、私が3つ、アイセちゃんが今2つですね。で、ボストンをゲットしました。イエーイ。イエーイ。あと、はい、だから5回勝てば、あと2つ取ればキャディバッグ。全然チャンスありですね。はい、いろいろな巧みな技を使ってですね。まあでも全部、これも全部視聴者さんのために。そう、頑張りますよ。はい。そうですね、アイセちゃん、はい、アルチビオっていう名前の由来っていうのをちょっと、はい、美人広報担当としてちょっとプレゼンお願いしたいんですけども、はい、アルチビオはイタリア語でアーカイブという意味で、みんなのさまざまな習慣を記録保存して未来へ伝達するという意味が込められています。そうなんですね。全然も入ってこなかった。ごめんなさい。全然ごめんなさい。アリサちゃんがもうすごい。アリサちゃんがすごかった。棒読み感が。違う違う。すいません。いや、さっきのやつが流れるから。イタリア語でアーカイブという意味で、さまざまな。みんなが抜ける。みんなのさまざまな記録。瞬間。瞬間記録を。瞬間記録。風かよ。技技。瞬間。みんなのさまざまな瞬間を記録保存して、未来へ伝達するという思いが込められています。練習したのが瞬間記録です。恥ずかしい。さすがです。もうすぐ覚えちゃう。もともとね、テレビにもね、出られてた。全然、はい。はい。はい。こんな感じです。こんな感じです。はい。いいですか。はい。はい、リンゴルフ4に出ます。あ、ここがリンゴルフ4に。長いな、テレビ。覚えててください。うわ、長いな、リンゴルフ4。その問題出たら、瞬間記録って出ちゃう。そっちで出すかもしれないです。正解あ、過去問の回がある。過去問の回がある。はい、超難しい。超難関。この放送回のこの時に何て言ったかみたいな。なるほど。アルチビオの由来でピポン。瞬間記録。よし、パー4。257。これはチャンスですね。ちょっと。ドライバー追撃しないようにしたい。まっすぐ。ナイスショー。もう無理やりです。ナイスショー。ナイス。うまい。二人とも飛んでます。短いです。これだ。Thank you.
どうするどうするまだまだここまで。え、そっちですか。今どこ刺した。あ、じゃあカチボシ3つってこと。カチボシ3つですね。ほほ、じゃあ、じゅんちゃんがインスタライブ出てくれるの、はい、やったー、やったー、インスタライブに出まーす。ありがとうございます。